さて、次回の桜学園物語は葵ちゃんです。スマホを触って捕まった男子と宿泊学習で暴力を振るった罪で捕まった私たち女子、ある日の夜男子と協力して脱獄することになりましたです。成功するかドキドキです。さて、次回は桜学園物語第17話、男子と女子で脱獄に挑戦。次回もお楽しみに。